おはようございます。今日は何日目だったっけ。158日目の朝、こんな感じのところにテントを張りました。今やべ、もう6時になっちゃう。やっぱり本州は日の出が少し遅いですね。で、今涼しい。今何度ぐらいだろう。26度。26度で涼しいって感じるってもうおかしいよ。ああ。日が昇りきる前にさっさと出る準備をしたいと思います。マルコもおしっこ行っといで。はい、6時45分出発です。で、とりあえず道の駅かな。もうちょっと先にコンビニがあったからコンビニでいいかな。まだご飯を食べてないんで軽く食べて、でお手洗いも済ませて、なんとか10時くらいまでに少しは進めるといいかなと。日陰を走る分には涼しくて気持ちいいくらいです。まだ7時台なんで、こっから気温が上がってくるかな。なんとか暑くなりきる前にできるだけ進んでおきたいと思います。で、多分10時か11時になったところでもうほぼその日の行動はおしまいに近くなるかな。気温30度っていうのが出ました。今日はあと6度くらい上がるってことですね。9時44分です。32度気温は。で、予想最高気温が34度。昨日よりは2度ほど低い感じですね。で、今またコンビニで休憩をして、まあ1時間に10キロ進まないくらいです。もう自転車乗る時間と休憩時間が今1対1くらいかな。今この辺ずっと木陰になってるんで気持ちいいです。2キロ先に道の駅があるので、そこで休憩かな。とりあえず道の駅に隣接してマックスバリューがあったので、お昼はこれで済ませます。もうちょっと暑すぎて自炊をする気が起こらないですね。4時です。と、道の駅で5時間ぐらい休憩してましたかね。で、そろそろ移動しようかなと。こっから10キロくらい先のところに海水浴場があるので、シャワー使う。そっか、海水浴シーズンが終わってると
最悪いろんな施設使えない可能性ってのはありえるんですけれども、その時どうしようかな。今太陽が東の方から来てるんで、あ、東はごめんなさい、もうボケまくってる。右側西ですね。だ今日本海に沿って南下してる感じです。午前中は道路の左側で、この夕方は道路の右側、できるだけ影になる方を選んで走ってます。今上りを上り切って下りに入ったら海が見えていい風が吹いてきました。気持ちいい。伊香保市に入りました。よし、昨日今日は多分1日の移動距離がもう30キロ程度になってるかと思います。仕方ない。今もう晩ご飯済ませてきたんですけど、今ニカホのマックスバリューだったんですけど、駐車場にすごい蚊が多くて、久しぶりに蚊に結構刺されました。最近ずっと蚊に刺されずに過ごせてきてたのにな、悔しい。